高校圏は中国出身、フランス国籍の作家。北京外国語大学フランス語学科卒業。2000年に歌人としては初のノーベル文学賞を受賞した。水墨画家としても活動している。代表作、霊山は、がんの宣告を受けた男が中国南部の山野をさまよい歩く姿を描いた長編小説。 1989年パリで完成した中国語作品で、その後フランス語、英語などに広く翻訳された。ある男の聖書は文革時代を背景とする自伝的小説。原石はチャンス賞大衆で、1940年1月4日に厚生省南部の関州に生まれた。1962年北京外国語学院フランス語科卒業。卒業後は、 外文出版社の翻訳者となった。文化大革命では、公営兵運動に参加し、1971年から57、幹部学校に加法され労働に従事、安気症南部の山岳地帯にある農村の中学校で教師となった。1974年北京に帰り、翻訳家の仕事に戻った。1977年から、 中国作家協会対外連絡委員会で働き、1979年通訳として、馬ンについて、フランスを訪問。同年、三文、パリの馬ン、中編小説、関ヤの星空を発表。1979年、中国共産党に入党。1981年から、北京人民芸術劇院の劇作家となり、実質的に、 中国発の衝撃上演劇、非常信号、浮上劇に学んだバス停、大劇場ながら実験性に満ちた野人などを次々に発表した。演出はいずれも林超下で、それまでの話劇に反逆する中国実験演劇の講師として中国演劇界で大きな反響を呼んだ。しかし、西洋の手法を大胆に取り入れた戯曲は批判を招き、 1987年ドイツとフランスの昌兵で出国、翌年からパリに滞在した。1989年に天安門事件が起きると逃亡を発表して政治亡命を果たし、1998年フランス国籍を取得した。1992年にはフランス大統領より芸術文化勲章を受賞している。 2000年10月12日に中国語作家としては初のノーベル文学賞を受賞し世界的な話題となった。中国では亡命作家高幸健の作品は一時発禁となったが人民日報はノーベル受賞のニュースと略歴を報道した。近年は中国国内でも高幸健の作品を収めた擬曲選集が刊行されている。非常信号には 町行青年や幹部の特権といった社会問題が巧みに劇中に持ち込まれているが、これまでのは話劇とは明らかに異なる特徴も数多く見出される。台本については、時間の自由な組み替え、心理活動の具象化、セリフの多面的活用、ストーリー性の消し、登場人物の中象化などである。上演方法では数十年間耐えていた。 小劇場方式での上演を復活した。さらに演出面では、音響、照明の効果を舞台成立の不可欠条件とし、伝統演劇の手法に学び、即興性や劇場性を駆使して、第四の壁を取り払うことを期とした。こうした、高雪剣の劇作上の特徴はそのままその後の話題の流れを先取りするものでもあった。その流れを要約すれば、 劇場という非日常の空間に集まった人々の共同作業として作り出される虚構の世界に遊ぶことである。ありがとうございます。